はい、こんにちは。契約社員の一人りごと第348回目となりました。今回もご視聴いただきありがとうございます。今回のテーマは、時間外での話について取り上げてみたいと思います。えちょうど1年ほど前ぐらいにもですね、前の職場で派遣先の社員の方がですね、こうタイムカードを切った後、それにもかかわらず、こう、仕事の話をしてきて、帰らせてくれないと。 言ったようなことで困っているという話があったんですが今の職場でもですね新しく来た正社員の方があの時間外にですねいろいろ仕事の話をしてくるんですねで今まででしたら派遣社員だったので派遣元の営業の方に相談をすれば、まあ、困ってるということをその派遣先の方に言って解決してくれたりとかしてたんですが 今あの契約社員として直雇用になってしまったんでその派遣元の営業の方にです、ね、相談することができないんですよねつまりその直属の上司にもう直接あの相談するしかないということなんですでおそらくその方というのがですねあの私たちの,この時間契約っていうんですかね契約社員というかその辺のこう働き方っていうかこう雇用契約について多分理解されていらっしゃらないと思うんですよ まあ通常正社員だったら月給制なんで、まあ、月1か月でいくらという給与ですよね当然ですけど私たちは時給制なんで1時間いくらというようになってますんでたとえあの1分でも過ぎたらもうそれは残業扱いになるんですよまあもちろん就業先によってあの何分単位で残業をつけるっていうのはあるかと思うんですけれども極論に言えばまあ本当1分でも2分でもあの時間を過ぎればそれは時給として 割ったた分をいいいいいだかないといけなないとととけうことになるんですね。で、それにもかかわらずその辺を理解せずに18時を過ぎてからペロペロさんというようにいろいろ仕事の話をしてくるという方がいらっしゃって非常に困ってるんですでその方というのがですねこの4月に組織変更があって私たちオペレーター担当者でその上に SV がいてで、まあ、ヘルプデスクの責任者が正社員の方がいらっしゃるんですけども まあその補佐的なですね、SSV ということで、まあ、責任者と SV の間にあの、まあ、位置づけに値するその正社員の方なんですよね。その方が新たに来たんですが、やっぱりヘルプデスクのことってまだよく分かっていないと、当然問い合わせ内容についてもですね、よく分からないことがあるということで聞いてくるのはいいんですけども、でも通常だったらまずはその立場的には SV に聞く,聞くべきだと思うんですよね。ただ SV もですね、やっぱりそのちょっとこう、 まあ難解なあのトラブルとかそういったことに関して、まあ、あのトラブル対応とかです、ね、エスカレーション対応とかしてるんであんまり細かいです、ねまあ、一般的な問い合わせとかそういったところには関与していないの直接受ける電話を受けるわけじゃないからあの関与できないし。 まあ履歴を見てるとは思うんですけども、まあ,あんまり深くはそこまで分からないといとうとところも正直あるかと思うんですよねでそうすると結局私たちあの現場にいるまあオペレーターの方にまあ聞いてくることになるんですが今まではで、ね、SV 経由でいろいろ聞かれてきたんですがそれがやっぱり面倒くさいということもあるのかなと思って直接 SSV の方からオペレーターのように 聞くよようににになってきたんですよ、ね、ですすねねいつの間にかにです、ね、あのやっぱり新しい、まあ、日の浅いその方オペレーターの方ですとまだ分からないこととかあったりとかするんで、まあ、あの私が、まあ、派遣社員の時からのフル株ということもあって直接 SSV の方から、まあ、ペロペロ,プロさんということで私に聞いてくることがちょっと機会が増えたんですよ。で当然分からないこともあり まあ、覚えないといけないこともたくさんあるかと思うんで、まあ、その辺は協力はしようと思うんですけども聞くんだったらあの就業時間内に聞いて欲しいといてしとうののが私の、まあ、希望なんですよねでもしくは時間外に聞くんであればちゃんとそれを残業扱いとして時間を取ってもらわないと,、えー、とタイムカードを切った後にですねいきなりあのペロペロさんって呼ばれてもどうしてもサービス残業になってしまうんで私としては嫌なんですよね。 たとえ1分2分であろうとも、まあ、残業代として付けてもらえるんであれば、まあ、こっちはプラスとなるわけですし、まあ、やっぱりサブス残業ってよくないことだと思いますししてはいけないと思うんですよね。まあ、それを多分、まあ、正社員である自分の同じ感覚で、まあ、月給制の方と思って対応しているんじゃないかなと私は思うんですけど、まあ、その方はまあ悪気があってやってるわけではなさそうなんですけどね。 ただ多分私たちその契約社員のまあ受給契約っていうところを分かってはいるのかそれともすっかり忘れているのか分かんないんですけどもまあ気にせずまあ時間外に聞いてくるということもあるんですで今までですと派遣元の営業にまあ頼めばまあその辺あのトラブルっていうか解決してくれてたんですけどもまあ今直雇用なんでまあその方々が直接あの直属の上司になるんですよねだから直接言わないといけないと いうこともあるんで、まあ、ちょっと当面の間はちょっとまあ私もまあ来たばかりですし組織変更あったばかりですし、まあ、ちょっと我慢して対応しようかなと思いますがあまりにもちょっと続くようであれば、まあ、直接こ私たちも時間契約なんで、まあ、18時以降であればまあ残業代付けさせてくださいというようにちょっと交渉しようかなと思っております。 まあいずれにしてもその方も一生懸命なんでね、まあ、できるだけ協力したい、できる部分については、協力していきたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。